こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではアプローチショットを上達させるための練習方法を紹介したいと思います。それは何かと言いますと、左手一本で行うアプローチショットです。これをぜひマスターしてください。最初はですね、振り幅としては4時から8時程度、だんだん慣れてきましたらビジネスゾーン程度の振り幅でしっかりとボールをヒットできるように練習をしていっていただきたいわけなんですが、この左手の片手打ちを行うこと、これはなぜこれが重要かと言いますと、多くの方が右利きですよね。ですからスイング中にどうしても右手を使いすぎてしまうんですね。右手を使いすぎてしまうスイングというのはこのような形ですね。インパクトの前から手首をこのように使いすぎてしまう。そうしますと、ダフリやトップ、あらゆるミスが出てしまうんです。そうならないようにしっかりと左手のリードでハンドファーストインパクトといって、アドレスをした時左腕とクラブシャフトが一直線に構えているんですが、これをしっかりとインパクトの時に再現して、そしてそのままフィニッシュまで持っていく、これが、確率のいいショットを打つために重要になっていくわけなんですが、そのためには右手の力み、これを取っていく必要があるんですね。それを取るためにしっかりと左手をコントロールする練習を行うことで、左右のバランスが良くなってミスが減っていくというわけです。まず実際に行う時のポイントとしましては、アドレスのポイント、これが左腕とクラブシャフトが一直線に構えるということ。その一つの目安としては、グリップエンドが左股関節を向くようにします。そして鏡等でもぜひチェックしてください。クラブと腕が一直線になるように。そしてスイング中は手首はなるべくというかしっかりと固定しておきます。ふらふらとこのような動きはせずに、左肩を支点とするようなイメージでスイングをしていきます。インパクトの瞬間に、注意点としてはインパクトの瞬間に体が止まってしまいますと、このように手首が折れ曲がってしまいます。肩が止まってしまわないようにしっかりと回転していく。そうしますとハンドファーストな形をキープして、インパクトからフォローまで持っていくことができます。もう一球やってみましょう。しっかりと肩を回転させていく。こういった練習を、今私はビジネスゾーン程度のスイングで行いましたが、慣れないうちはまずは、4時から8時程度のスイング、慣れたら腰から腰ビジネスゾーンのスイング、これを片手打ち左手一本の練習をしてください。左手一本がある程度マスターできるまでは右手の練習は行わなくて結構です。まず難しい左手をマスターして、左右のバランスを整え、そしてコースでピンにぴったりと寄せていただいて、パーないしボギーでですね、いいスコアを出していただきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。